はい、えー、みさん、こんにちは、DZH フィナンシャルリサーチの和田です。えー、ただいま、三月二十二日、水曜日ですね、え、午後の二時十九分ぐらいになりますけれども。S. B. I. F. X. ニュース、始めていきたいと思います。えー、まあ、昨日はですね、皆さん、あ、ですね、球場と、東京市場、球場という形になりましたけれども、ですね。リスクオンの動きがですね、えー、まあ、あ。 関して、えー、起きたという形となりました、えー、株価の上昇や金利の上昇を伴いまして黒線中心ですね買い物資が入りますと、えー、ドル円も上値を更新していくという形となっていますそして今日もですね総方動きではあるんですけれども方向感ない動きがですね本日は東京市場ついているという形です、まあ、こちらですね昨日東京市場休みではありましたけれどもその前の週明けのですね月曜日ですね二十日の日ですけれども皆さんご存知のように週明け早朝のお世 セアネ市場から UBS によりますクレディ・スイスのですね大型の買収がですね決定されました。まあ、こちらはですね非常に経営不安がですね伝えられていたクレディ・スイスのですね処理をしたという形となったんですけれどもこちら同時にアメリカの FRB とですねあと日銀を含みます主要5中銀こちらのですねドルスアップの拡充えまあ週1回やっている時点ドルスアップのですねストリーキを連日行うということで市場の の流動性ですねこの3月の 8日9日あたりから始まりましたあです、ね、流動性の問題ですねこちらをですねやはり完璧にですね保護するというようなことをですね八木早に発表したという形でありました皆さんもご存知のように3月20日の週明けはですね東京時間朝方こそリスクオンの動きでですねまあドル円も買われ株価も買われたという形だったんですけれども東京時間のお昼ぐらいからですね今度は1 転してですねかなり急激なリスクオフの動きに転じてしまうという形となりました。えこちらあ UBS によりますクレディスイス買収の中身こちらをですね懸念する声が非常に高まってきたというところだったんですけれどもえこちらく具体的に申し上げますとですねえ株式株式をですねあるい 一定の価格で全額買い取るというところまでは良かったんですけれども、こういった処理をするときにはです、ね、まず最初に株式に損失を、えー、吸収させると、そしてそれでもです、ね、吸収できない部分には、その次の資本,資本の順位とするとです、ね、その次にの優位性があると言われているのが、AT1、ね、債というです、ね、ここ債なんて言われています、日本語で言いますと永久劣後債なんて言い方も実はあるんですけれども、この債券に対して、 全くの無価値にするとこういうことをですね、えー、中身としては判明してきたわけです本来であれば株価の方が無価値にな,ならなければいけないところを株価の方にはある一定のですね価値を与えてその次のですねそ,その上の優先順位である、えー、T81 A 歳ですねこちらに対してゼロのです、ね、全損扱いにしてしまうとまあ、こういったですねことになったわけです えーまあ、この、ね、AT1 債というのは株式とい、えー、同時にです、ね、銀行の資本の一番中核部分、ティア1というところに一致、ねえー、していまして。 債の,の世界中のです、ね、規模というのは債券の規模というのは何十兆円というです、ね、ものすごく大きな規模の債券市場なんですけれどもこの債券がです、ね、順序が逆に資本の順位が逆転して勝手に逆転されてしまったと、まあ、こういったです、ね、非常に大きな懸念が浮上してきたわけです。まあ、こちらをきっかけとしまして相当のリスクオフということで,です、ね、欧州時間入りがけまで一気に売り込まれるという形となったんですけれども 昨月曜日、ですね ECB が欧州時間入ってきてそれを察知してすぐさま声明文をですね発表しています。 でこちら声明文なんですけれどもこちらに関しましてはこの AT1 債に関してなんですけれどもえ欧州ではあ欧州の銀行がです、ね、こういった状況になった場合これ,これまでもまたあ今後こういった場合になった場合でもです、ね、基本的なアプローチとしてはあま,ずまず先に株式の方普通株のの方に損失を吸収させてそれでもです、ね、吸収できなかった時にのみ AT1 債の方にこちらを損失 をですね、えーつけえー、吸収させるんだと、まああこういったことをですね、えっ、ー、と声明文としてきっぱりと表明しました。そして AT1 債というのはあですね、欧州の銀行にとって非常に重要な資本の一部を形成していて、まあこちらをですね。 このアプローチとしては全く今,今までもこれからも変わっていないんだというですねそういった声明文を出したわけですね、そして月曜日の夜の動きをですね確認していただければわかるんですけれども、月曜日のこのですね ECB の声明を受けたことをきっかけとしまして、一気にリスクオンの動きになると。 いうところになっています株価が急激に買い戻しそして為替市場ではですね黒線中心に特にユーロ円なんかが急上昇しましたけれどもク黒線中心に買い戻しが入るそしてアメリカの長期金利も大幅な上昇というような形となったわけですそして昨日をですね迎えたという形となりましたまあ、そこら辺をですねこの前提としてですね昨日の動き見ていきたいと思います はいえー、それではですね、こちら、昨日、一日当社のドレンの分チャートとなっています。えー、リスコンの動き、えー、リスンの動きで,ですね、買い戻しが入って終わったドレンだったんですけれども、こちら見てください。昨日は東京,、えー、東京税ですね、えー、不在というような形となる中で、アジア時間一時131円の丸4まで下す場面がありましたけれども、1円台をキープする中で、その後は131円の2丸あたりを挟んだ前半のもみ合いですね、1円台前半でのもみ合いという形で続きました。そしててこちら見てください 欧州時間入っっててききからら再びリスクオンの動きが強まるとという形となったわけですこちら欧州株ですとかダウ,ダウ先物ですねこちらの大幅な上昇となる中で黒線中時にまた再び上値を試す展開一時132円の4号まで買われる場面があったんですがその後はですね一旦は利食いの売りから131円の7級まで下押しをするんですが下押しも限定的に終わります2億時間入ってきますと再びリスクオンの動きが強まる中で132円のまでんですが 22-63ままで値を上げるとという形となりました昨日はニューヨーク市場入りまして2月のアメリカの中古住宅販売件数こちらが出たんですけれども年率換算で458万件と予想の420万件を上回る強い数字そしてイエレン財務長官の方からもですねこの SBB SB バンク、ですねシリコンバレーバンクの破綻に関しては、預金の全額保護をですねこちら、表明しましたけれども、今後、こういったケースが出た場合でも、全預金をですね保証する、保護する、ですねこちら、方針であると、まあ、こういったこともですね表明されています。こちらをきっかけとしまして、やはり再び戻りを試すという形となりました。 アメリカの10年産利回りも一時3.6094% 2年産の利回りも4.1833%と大幅な上昇となっています、えーまあ、ただ132円の63というのは後で確認するんですが前日の高値20日の高値が132円の65だったんですね前日の高値の手前では頭を押さえられたという形となりましたそして今日の東京市場を見てくださいこちらになっています 今日の東京市場、リグイの売りが先行しますと、132の26まで下押しをするんですが、その後は日経平均が大幅な上昇、今もですねまだ500、今、558円高ですね。午後、5番になりまして、高値を更新するなど、2万5000円台をですね、2万7千2万7500円台という節目のところをですね、上抜けてきたと、まあ、こういった株価の上昇とともに、また上値を試すという形となりました。中値にかけての買いも強まりますと、一時、こちら見てください。昨日高値の 三十二の六三や、二十日の高値の百三十二の六五を上抜けて。一時百三十二の七丸まで値を上げるという形になっています。こちらも後でデイリーのチャートで確認するんですが、この二の七丸というのはですね。実は一目金衡表の雲の上限なんですね。 この雲の上下のところにピタリとつらわせしたにとどまりますと、その後再び132の7、130ですね、こちら2の26の安値までまた再び値を下げるんですが、安値を更新できずに、また先ほど5番になりますと、132の50まで買い戻しという形となっています、今現在132の40バサみですね、でのもみ合いという形となっています。 まあ、こちらの五分チャートからわかるところですけれども、今日の安値二回止められているところですね。百三十二の二六という安値。そして昨日の入浴時間の安値ですね。こちらが百三十一円の七九というのは入浴時間の安値ですので、この後の海外市場でも、下値のサポートレベルというところになりそうです。こちら冷やしのチャートでも確認していきます。で、こちらですね。見てください。非常にドル円ですね。重要な今局面に来ていることがわかりますよね。こちらです。 はいちょっとですね大きく動いちゃいましたけれどもはいこちら少し拡大してみましたここを見てください一目の雲のところですね何度かやってるんですが今日も132の7 8まで行ったんですが雲の上限実は130の70なんですねまあ、ですからここのところしっかりと抜けてくるようですと買い物資料の動きが強まるというところそうではないとまた雲の中でのもみ合いになってしまうとまあ、こういった状況だと思いますであと終値ベースで判断しなければいけませんが50日だけですねここのところですねヘッジワンド等が非常に 非常に重要視してます五十日平均線が132の55、そして一目雲のですね上限が132の70ですね、そして今日の高値が132の78ですから、まあ、こういったところ。 きちんと抜けていけるかどうか抜けた場合には一目の転換線133-76ですねこちらがポイントになってくるというところでしょう、まあ、いずれにしてもですねこの雲のところが相当重要だということがわかりますそして一方で下サイドですけれども先ほど確認しました5群チャートでニ,ニューヨーク時間であって130円の79というのが今日のとりあえずの目処という形ですけれども大きく下押しをした場合には一目の雲の下限ですね131円の07そして昨日明日でも131円の0 とというところではほぼ同じようなところにありますけれども、まあ、こういったです、ね、レベルも上下、ポイントとして意識しておく必要があるというところでしょう。一方で、ユーロドルの方は、少しちょっとか簡単に見ていきましょう。ユーロドルの方もですも、ね、昨日は1.0704まで値を下げたんですが、その後はです、ね、やはり欧州税入ってくると同時にリスクオン的な買い戻しですね、1.0788まで値を上げています。今日の特集ではほとんど値動きないという形ですね。 こちらも足のチャートで確認をしましょう。ユーロもドル円同様に、一目の雲のところにもう一度入り込んできているような状況、雲が薄いんですけれども、上サイドは雲の上限の1.0821、雲の下限の1.0738、両サイドこちらをです、ね、ポイントとして意識しておくということになりそうです。はいえー、それではですね今日予定されていますものの指標を確認していきましょう。 はい、えー、こちら見て待ってますのが今日予定されてます主な経済指標となっています、えー、こちら5時に2月の南アフリカの CPI 5時半がビルロフランス中議総裁の講演5時45分がラガルド ECB 総裁の講演と続きます6時があ1月イロの経常収支6時半がレーン ECB 専務理事の講演ですね えー、そして、えー、主なところではニューヨーク市場入りまして11 0時半が1時半が EIA 週間在庫統計そして翌2時がナーゲルドイツ連銀総裁の講演と続きますそして何と言いましても今日のメインイベントとなりますのが翌3時ですね FMC が政策金利を発表そして今回は経済金利見通しも発表する予定となっています3時半のパウェル FRB 議長の定例記者会見こちらもかなり重要になってきていますそして明け方6時半ですけれどもブラジル中銀員の政策金利も発表という予定となって い,ますまあ、いずれにしましても、今日ですね全般的には FMC 待ちという形ですけれども、え昨日のフェドウォッチでは、ですね86%から7%のですね0.25%の利上げを織り込むような形になっているというところで、市場予想も0.25%という形になっているんですけれども、一,方一,部,でで、ね、一部では、ですね一部では据え置き、または利下げを、ね、予想する向きも、まだ少数でありますけれども、いるというようなことですので、まあ、そこら辺もですね非常に注意深く見ていかなければいけないというところでしょう。 それよりも問題となりますのは、焦点となりますのは、やはり今回出します経済金利見通しのドットチャートでしょうね。こちら、金利をどこまで引き上げるのか、この流動性の供給の問題がです、ね、明るみになる前は、こちらです、ね、まだ2週間、1週間、2週間前ですね、まだ2週間前ですけれども、パウエル議長が議会証言におきまして、0.5%の利上げを行うと、そして、 ターミナルレートがですねかなり上に上がってきているということをですねあほぼほぼですね断定的な表現で、えー、まあ,あーマーケットにですね、えー、まあ織り込ませるような動きになったわけです。しかしながらそれを覆すようなあですね流動性の危機が全出てきてしまったというところですからまあ、どのようなですね形で経済金利見通しがですね示されるのかえあ、ー、またこちらも一部なんですではあるんですけれども先週 ECB のですね、えー、まあ、政策金利が発表ありましたけれどもラガルド捜査非常 非常にマーケットをですね納得させるですね声明答えを行っています ECB のラガルト総裁なんて言ったかと言いますと0.5%の利上げをですねこちら行った上で今後のですね金利の見通しの道筋に対しては表明しないと こちらですねこちらあの予想することができないということをですねか確認していますまあこちらやはり不透明感がですね非常に多いので今後のデータですとかマーケット次第で決めていくとまあこちら当たり前のことであるんですけどもこういったことがですねマーケットには安心感を与えるという形となっていますまあこういったこともですね考えますと今回も FMC がですねこういったですね非常に不安定要素がですねまだまだな はい、ある中で、えー、あえてですね経済金利見通しで、えー、こちらあ、フォワードガイダンス的なですね、えー、この見通しを示していいのかどうかという、ですねそういう議論にもなる可能性もあるというところなんですね。まあ、ですから、今回、あえて経済金利見通しを示さないかもしれないといったような、まあ、そういった一部のですね思惑も出てきているというところではありますけれども、まあ、いずれにしましても、ですねこちらを出た後のマーケットの反応、非常に大きくまた動く可能性がありますから、注意深く見ていかなければいけないというところだと思います。 それでは今日の解説をお願いいたします。